積み悩み社長青チャンネルのお時間です。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、この青チャンネルではすすきので飲食店を経営する2代目社長がすすきの情報を発信するチャンネルになってますので、どうぞ登録お願いします。お願いします。ということで、本日ですね9月28日、はい、北海道しゃぶしゃぶ第一グランドオープンの日、おめでとうございます。今日このグランドオープンを迎えるまでに5回プレオープンの方させていただいて、はい、本当にたくさんの お世話になっているお取引先様とかお客様にお越しいただいて、こうオペレーションの練習というかそういうものをさせていただきました、はい、でようやくですね今日の午前中にこのグランドメニューが出来上がるレベルだったんで、その5回のプレオープンの中で感じたこととか気づいたことみたいなのを生かして今日ギリギリまで悩んで作ってました。ということでですね、本当に悩んだ、めっちゃいろいろ悩んだ。やっぱり、ね、しゃぶしゃぶ屋さんをやるのがまず初めてなんで、僕らも本当に試行錯誤しながらやってるということで、始めてます。まだまだちょっとこれからもね改善していきたい部分は多いんですが、ひとまず今日グランドオープンなので北海道しゃぶしゃぶ第一の魅力というかおすすめを実際に私が食べてご紹介していきたいと思いますので、最後までよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、早速食べていきたいと思います。まずですね、今日は2つご用意させていただいているスープなんですが、昆布入っている方がベーシックなやつですね、要は家でご家庭でやるような時のスープというか、まあお湯ですね。でニンニク入ってます。でうちは羅臼産の昆布入ってるんで、一緒にしゃぶしゃぶと食べてほしいなっていうのと、まあ、出汁が出るのですごく美味しいっていう昆布ので、もう1個がですね、今回のこの北海道しゃぶしゃぶ第一の特徴ですね、金のだししゃぶという商品名にしました。こちらはですね、味ちょっと濃いめにつけてるので、基本的にはタレとかポン酢とかごまだれとかつけなくてもそのまま召し上がっていただけるようなしゃぶしゃぶになってます。なので今日はこの2種類、スープでやっていきたいと思います。食べてみたいと思います。しゃぶしゃぶでいろいろ悩んだんですね。ご紹介の時はなんか豚は2種類でとか言ってたよね。はい、言ってたよね、はい、結局ラムは1種類、豚も1種類にしました。やっぱりこのプレオープンの中で気づかせていただくことも結構あったので、豚はバラだけで今回勝負させていただきます、はい、ということで今日お肉も2種類でですね、なんといってもこの大地の特徴がですね、ネギスラ、長ネギのスライス、これが本当にこの出汁と合うので、ちょっと早速入れてみたいと思います、はい、長ネギスライスどちらにも合うんですけど、基本的に最初はですねこの出汁の方に入れていただきたいなと。家で長ネギ切るの大変じゃないですか。たくさん切るのはやっぱり面倒くささはありますよね。そうそうそう。でこのしゃぶしゃぶ屋なので、やっぱりお店に行ってしゃぶしゃぶ屋食べるっていうことがやっぱ大事だと思う、ね、僕らはどういう差別化ができるかだと思うんで、まずは長ネギのスライスを大量にご用意してます、はい、じゃあ早速いいですか。まずはラムですね。これもね、厚さがいろいろあったんですよ。こうどれぐらい何ミリでいくみたいな、食べた時のこう食べた感とか、あんまり薄すぎてもダメだし、これね、ほんとこうやってネギと一緒に、これちょっとねスープも一緒に入れるとすごく美味しいです。これはい、こんな感じなんですね。はい、いいですか。いただきます。美味しいです。金の出汁は、うん、本当にそれだけでしっかり味がつくような感じなんですね。はい、この配合とかは結構この、ね、僕らの企業秘密的なところになっちゃうんですけど、あ、教えてはいただけない今のところね、はい、っていうのでラムしゃぶで、すすきの茜豚、これも一回出汁しゃぶでいきますね。はい、はい、いや、お酒と行きたくなりますね。はい、もう本当に豚しゃぶ好きなんですよ僕。美味しいですよね。いただきます。うん、美味しい、本当に美味しい。タレはね、これまだねやっぱり固まりきってないんですけど、お客様の声聞きながら改良とか繰り返していこうと思うんですけど、今のところ一旦このレシピでいこうと思ってます。自家製のタレなんですね。そう、今もねけどまだお客様の反応とか見ながら研究中です、ね、でタレつけて食べるときはこっちの昆布の方に
しゃぶしゃぶしてもらいたいですね。はい、はい、昆布がこうくっついてくるんですよ。いやー美味しそう。そうそう、あざす。しっかりタレはつけた方がいいんですか。うん、しっかりつけた方がいい。うん、一応ねラムに合うように作ってますこのタレは。あ、そうなんですね。た、うん、だ豚でもまあ豚はごまだれとかポン酢とかご用意してるんで、はい、もしかしたらそっちの方がいいかもしれないけどね。今僕は豚しゃぶに合うタレをまだ研究してるんで。あ、じゃあこれから追加される可能性も。あの、もちろんあの来年、今年か来年にはこうリリースできればなと思ってますけど。いや楽しみです。豚しゃぶの専用だれ、はい、まずは今回のこのタレでいきますね。自家製の今回のおすすめがエズヤにもあったんですけど、エズヤとはちょっと違う卵つけだれ。これ特製です。特徴としては卵黄とタレと青のり、青ネギ、やみつきしみ、こういうタレ、これ合うんですよ。いやこれうまいんだよなマジで。卵好きな人多いじゃん。やっぱりエゾヤでも人気だよね。はい、卵つけだれ僕絶対食べるんで。もうこれすき焼きみたいになっちゃうんだけどね、すんごいシャブシャブも合うんですよ。うん、青のりがポイント。美味しいですか。マジで美味しい本当に。で、ごまね、ごまだれとかも用意してるって言ったじゃないですか。はい、やみつき七味をこの普通の自家製だれの方に入れてもいいんですけど、僕はねやみつき七味はごまだれにいっちゃいます。おお、担々風になるでしょ。あー、いいですね。いいしょいいしょ。ごまだれと辛いのが、まあ別にそんなに辛くないんですけど、旨味が出るんで、ごまだれやみつき七味相性めっちゃいいです。食べれる。味変できるのがいいっすよね。そうですね、しゃぶしゃぶってお肉のなんか種類は多くないけど、はい、スープ変えたりタレ変えたりするだけですごいいろんな食べ方があるからいいっすね。景色もいいねやっぱり。いやすごいいいですよね、うん、この場所もうすすきのが一望できる2階だけど、はい、まだお昼だけどこれ夜になったら綺麗ですね。綺麗ですね、綺麗ですね。しゃぶしゃぶをオンザライスで食べたいと思います。食べに来てほしいです。これ北海道しゃぶしゃぶ第一、皆さん1回オンします。オンワンバンして山遊びと一緒に来てご飯。うん、合いますね。合います、合います、全然合います。あれですね、今回のしゃぶしゃぶ屋らしいオンザライスの食べ方していいですか。皆さん今回のはジンギスカン屋と違ってですね、だしかけて食べるスタイルでいきたいと思います。こういうことですよね。そうです。いいっすか。だしの加減はお好みですね。ネギもいいっすよね。全然。なんかお客様の声で多かったのが、こんなにネギ食べれることないって言われますよね、このプレオープン中。試作の時もそうでした。じゃあいただきます。めちゃめちゃうまいやん。めちゃめちゃうまいですよ、本当に冗談抜きでうまいですよ。引いた。え、なんか俺ジンギスカン屋のオンザライスよりうまいかも。いいね、すごい。大地のオンザライス美味しい、おすすめです、マジで。あ、締めがいいですね。そうです、ちょっと早かったね。ラーメンもあるけど、このオンザライスを頼んでいただいて、ご飯少なめがいいかもしれないです。ご飯少なめでって言ったら、ご飯少なめのオンザライスでね、スープ入れたら増えるから。そうです。あー、これマジやってほしいですね、この青チャンネル見た人。料金体系確定しました今日。はい、 A コース、豚しゃぶのみで4500円いただきたいです。で、スープは2種類、この金のだししゃぶとこの普通のベーシックのやつの2種類。 B コース5000円飲み放題付きで、金のだししゃぶ と、ベーシック、あ、サーモン丼が入りますメニューに。 B コースでラムしゃぶ豚しゃぶ食べれます。C コース6000円いただきます。で、 C コースはスープもこう選べますし、牛トロご飯とかサーモン親子丼とか、サーモンっていくらがちょっと乗ってるやつ、あとラムの炙り寿司、こういったものを食べれたり、飲み物もすすきのエールっていうクラフトビール樽生が飲めたり、あと余市のウイスキー飲めます。なので基本的にはプレミアム飲み放題が飲めるのが C コースで、ちょっとこうお高いようなそういうサーモン親子丼みたいなのも食べれるという形で、 A コース、 B コース、 C コースの値段決まりましたんでお伝えさせていただきます。
今回ね、ちょっと今量この撮影のためだけなんで少ないんですけど、チーズこれがね、すごい評判良かったですね。しゃぶしゃぶ専用チーズ、こうやってあんまりほっといちゃうと溶けすぎちゃうんで、箸で多分掴んだまましゃぶしゃぶした方がいいと思います。おお、ほらほらほら、来た来た来た。オンザライスにはどうすればいいですか、これ。オンザライスはもうそのまま乗せて、ご飯と一緒に口の中でチーズリゾットです。おお、いきますね。だし茶漬けっすよね、これ。そうですね、だし茶漬けのイメージです。いや、ほんとこれ人気だったな、女性に特に。チーズリゾット的にね、このままでいいよ。いただきます。うん、うまい。完食。完食。すいません、完食しました、完全に。うまっ。はい、ということでこんな感じで北海道しゃぶしゃぶ第一をご紹介させていただきました。基本的にはまずちょっと月曜日をお店の休みとさせていただいて、これからお客様の入り方とか、人員、アルバイトさんがね、3人ぐらい決まりそう。あ、おめでとうございます。いや、まだけど足りないんですよ。アルバイトさんまだまだ足りないんで、アルバイトさんが増えてきたりとかしたら、もうちょっと営業定休なくしたりとかしていきたいんですけど、すすきのにあるミスタードーナッツ2階、第3グリーンビルの2階で北海道しゃぶしゃぶ第一やってますんで、ぜひラムしゃぶ豚しゃぶを食べたいお客様いらっしゃってください。個室たくさんご用意してますし、宴会場が 4,50 名様までご案内できるので、ぜひぜひ、冬これから寒くなってきますんで、ご予約お問い合わせお待ちしてます。お待ちしてます。青チャンネル見たって言っていただければ、 B コースでも最初の一杯すすきのエールが出してくれると思います。お、お得じゃないですか。今決めた。はい。だけどそれぐらいすすきのエールの樽生飲んでほしいんですよ。ただ C コースじゃなきゃ飲めないんで、まあ、B コースのお客様でも、ちょっと A コースは難しいですけど、 B コースのお客様でも多分青チャンネル見たで、うちのスタッフ一杯ご提供させていただけるんで、はい、言ってください。勝手に決めました、ごめんなさい。皆さん、店長ごめんなさい。じゃあお待ちしてます。ありがとうございました。